タカさん、こんにちは。早速、動画作ってくださったんですね。早いですね。え、実は昨日ね、ナミさんともやりとりさせてもらって、タカさんの話もちょっと出たんですよ。で、今、吉谷さんが新潟に一瞬いらっしゃるみたいで、もう今日にはね、新潟を経ったんじゃないかなと思いますけども。うん、なんかこう、一堂に会してるような気がしますね、なんかね。離れていても一緒にいるよみたいな感じで、どっかのラブソングみたいですけども。で、タカさんにちょっとね、提案がありますけども、まあもちろん、 反応がないからこそ、どんどんコンテンツを作っていくっていうスタンスは忘れないでほしいんですよ。コンテンツを作ってね、セールスをして反応がないから、ね、やめるんじゃなくて、反応がないからもっともっとやんないとっていう気持ちでいかないといけないんですよね。大抵の人はね、自分の評価が高いんですよ。自分がアクションを起こせば、誰かが勝手に反応してくれて、必ず見てる人はいると思うんですよ。そんな甘いもんではなくて、人が見ていただける、人が気にしていただける、人が反応していただけるぐらいの行動力を持たないと、 やっぱ人はなかなかついてこないですよね。あの、言うだけ番長っていう言葉がありますけども、言ってるだけじゃダメなんですよ。プラス、やってるだけじゃダメなんですよ。やり続けるぐらいの、誰にもできないような根性がないと、結局はね。根性がないと、この人に自分を委ねていいのかな、この人に教えをこいていいのかなって思っちゃうわけなんですよ。で、私は10年間、毎日 YouTube で発信をしてきて、もうすでに、ね、万という単位で、 YouTube 動画があるわけなんですけどもさすがにこのペースで発信してる人が急にサポートをね打ち切ったりとか動画の更新をパタッとやめるってことは考えにくいと思うんですよね客観的に見てだからそこに人はサポートを要求してくるっていうかねお問い合わせが来るっていう流れができると思うんです逆にセールスしたい時だけ強烈なキャッチコピーとなんかそのサムネイル画像とともにボーンと出てくる人って結局セールス期間サポート期間終わったら消えてしまうじゃないですか でそういうチューブラリンにお客様をしてしまう人が一番迷惑なんじゃないかなと思うんですよ。で、業界全体がなんか詐欺っぽくなっちゃう。でも、何回詐欺にかかろうと、何回インチキな案件が出ようと、ずっと居続ける人っているんですよね。そう。吉谷さんにナミさんに私ですよ。そして高さんもそうなると思います。すでにその返礼を見せてますけどね。で、提案ってのは何かっていうと、あの、どっかでね、まあ、コラボレーションをして、 例えば私は自己アフィリエイトの超プロフェッショナルだと思ってます。あの多分誰よりも日本で一番自己アフィリエイトに詳しくって誰よりもやってきた人間なんですよ。でも今はやってません。もうやるフェーズが変わってきたからなんですよ。でも私でも役に立てることがあります。それはですね、私はもうやらなくなったけども過去にこんな実績があった。だからわかる。この人はちゃんとやってる人だよ。はい、タカさんですっていうふうに紹介することができるんですよ。まあそういった今回動画はね、プレゼントとともに、えー、送らせていただきますけども、 ますぐにどうこうしろってわけではありませんがどこか頭の隅に入れておいていただいて、まあ、タカさんにはね、えー、吉田さんもナミさんもそうですけども私という仲間がいることもねどこかで覚えていただければと思ってこの動画にさせてもらいましたそれでは今日もいってらっしゃい